We come back! トラッドのドープラッドトーキング。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。トラッドの新番組ドープラッドトーキングスタートしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。そうなんですよね、2人でやってましたからね、文化放送さんの枠で。そうなんです、戻ってまいりましたね。はい、2人の番組が文化放送超 A&G プラス、戻ってまいりました。はい、はい、なんかなこうやってね、面と向かって話してると懐かしいような気もしてくるけど、新鮮なような気持ちもしてくるしね、不思議な感覚ですよね、今ね。不思議な感覚ですよ、うん、だってね、今トラッドって、うん、僕らね、こうラジオで初めて名乗りましたけれども、うん、ドキドキしたよね、今ね。ドキドキした、うん、合うかなって、だって一発でね、今合わせたもんね、今ね。まあ俺たちぐらいになるとね、そうだよ、いくらでも合うよ。芸歴何年だと思ってんだって、めちゃくちゃね、大きくこう、あの、うなずいた上で合わせに行ったけどね、しっかりと裏側ね、言うスタイル、言ってくスタイルね、言ってくスタイルよ、ラジオとか言えばね。まあまあそんなわけで、ありがたい話ですよね。聞いてくれてる皆さんもね、今僕らと同じ気持ちだと思いますよ。本当そうですね。懐かしさと、そして新しいことが始まる緊張感と、はい、両方感じてくださってることかと思います。そうですね、はい、SNS 上では多分お帰りとかね、ただいまトラさんみたいな、なんかトラさんみたいな軽快な感じだね。今日は風呂だ、風呂、風呂が先だ。あ、いや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 、飯かな。いやいや、お前だよ。なるほど、お前が先だ。ごめんなさい、オープニングで拾いきれなくてごめんなさい。すごい反省はしてる、ごめんな、ごめんな。いや懐かしい、懐かしい、ね、こんな感じよ。俺がね、勝手にボケて、近藤君が困る、ツッコミもせず困るっていうこの感じ。おー、この感じが僕らのトークでございます。そうですね、まあそんなわけで始まってしまいましたので、はい、そうですね、まあ、今日はね、はい、このトラッドというユニットについて、はい、そして、今の僕らの気持ちなんかお話ししていきます、はい、そうですね、まあ積極的にハッシュタグ TRD、トラッド、ハッシュタグ TRD の DRT、こちらをつけてちょっとつぶやいていただきたいなと思っている次第でございます。すごい新しい、うん、新しい？ツイッターが走ってんのね。走ってる走ってるよ、あの前から新しいかツイッターって。新しい、めちゃくちゃ新しい、未来。俺もほんと去年の暮れに始めたばっかりなんだけど。今俺たちは急速にじゃあ時代に追いつこうとしてるんだね。いいじゃない、新しい生活様式ですけれどもね。ということで、それでは始めてまいりましょう。今日からスタートするトラッドのドープラッドトーキング、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング、改めまして近藤孝之です。小野大輔です。ということで、初めての我々のユニットトラッドについて、掘り下げていくってね、このもうなんていうの、はい、初めてですもんね、これね、いろんな媒体においてもね。そうだね、はい、もう公式ホームページだったり、はい、ツイッターであったりいろいろともう走ってるわけなんですけれども、そちらの方でね、テキストでは皆さんに情報が届いているかと思います。ただ僕らの声でこうやってお届けするのは確かに初めて、ね、自分の声ではってことはね、ということでですね、改めて、はいはい、僕らのユニット、説明していきましょうか。お願いできますか。これね、ホームページにある文言でお伝えしたいと思います、はいはい、声優近藤孝之&小野大輔による、テクノロジックボーカルユニット。へえ、そうなんだ。テクノロジックボーカルユニット。あ、そうなんだ、そうなんだね。です。おお、なるほど。はい、ね、テクノロジック、まあだから、あれだよ、最先端、そうそう、最先端のやつ、最先端のやつだよ。トラッド、
まあ、TRD と書きますけれども、うんうんうん、まあですね、トラディショナル、まあ、イコール伝統とか ね、 伝説とかいう意味がありますけれども、まあ、その、古来の意味も、はい、まあ、含めつつですよ、はい、T 高陽気、私の頭文字ね、T大総計、そりゃそうだろうね、の間にですね、うん、R が挟まってますね。お、まあ、R はね、まあ、リターンとかリバイブだったり、うん、リニューアル、まあ、復活とか新たなるとか、うん、また次へとか、うん、まあ、そういうね、前向きな未来へ向かう、うん、意味合いを込めて。 R ってそういう意味多いよね。そうだね、リバースとか、はい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 、リユニオンとかね、お、うん、リインカネーションとか、リインカネーション、あ、転生、いろんな言葉ありますけれども、まあ、その R をね、こう真ん中に据えて、うん、新たにここからトラッド伝説を作っていこうという発想のもと、うん、新しいテクノロジックボーカルユニットとしてです、うん、ただただしいな、俺らのコンセプトの誕生しました、根幹なんだよね、そこ。そうだよ、すごいただただしく言うから、まあ、ね、うん、このホームページに書いていただいてるのは、うん、K-POP 調の EDM を駆使したデジタルサウンドと、うん、これいきますよ、いよ、高い歌唱力パフォーマンスによってその活動を開始いたします。あ、上げますね、上げますね、はい、ね、ね、はい、ホームページの方から抜粋させていただきましたけれども、はい、これがトラッドです。分かりやすかった。そうなんですよ、でユニット名がさ、うん、あれ、小野くんが最終的に決めてくれたっていう印象があるんだけども、はい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 、はい、うんうん、これね、うん、まあ、僕ら新しくまた、うんうんうん、ポニーキャニオンさんからね、デビューさせていただきます。あのポニーキャニオンさんからね。そうなんです、高木山、あのポニーキャニオンです、ポニーキャンです、いや本当にでもね、うん、ポニーキャニオンさんからまずお声掛けをいただきました、うん、ありがとうございます、はい、うん、いや嬉しかったね、まずそれが、いや本当に、うんうん、渡りに船というかね本当にもうありがたい、ありがたかったですよね、はい、うん、まあ、本当に僕らが望んだとしてもですよ、うん、はい、僕らの力だけでは絶対成し得ないですし、本当にそう、新しいユニットやるっていうのはね、うんうん、まずはやりませんかっていうのをポニーキャニオンさんからいただきました。ありがたいことですよね、はい、うん、だからもうユニット名はポニーキャニオンズでいいと思ったんですけど、嘘つけよ、うん、一言も聞いたことないポニーキャンボーイズでもよかったんですけど、言っといてくれって43にもなるのにポニーキャンボーイズなんだ、俺やばいユニットだね、逆にそれぐらいの思いはありましたけれども、新しく名前つけようとなりました。そうだね、僕でもよく覚えてるよ、まずね近藤くんがね、うん、いろいろ案を出したんですよ、はい、あ、最初はね、はい、うん、好きなんで、こういう作業、フェノムインクって名前出してたよね、まだ恥ずかしいじゃん、うん、ボツになったやつ発表された、恥ずかしいじゃんそれ、やめてよ、あれどういう意味、あれ意味合い的にはフェノムっていうのは、まあ、フェノメナルね、まあ、フェノム、まあ、要は驚異的なとか、驚異的な存在、うんうんうん、なんかこう大きいことやろうぜみたいな、インクはやっぱそういうなんていうの、株式会社みたいなことですよね、はあ、なるほど、だからそういう商社マンみたいな、いやいやいや、多分ね今聞いてるとねフェノムインクって結構かっこいいよ、意外、そうそう、そ音をおしゃれおしゃれ重視させたんだけど、うん、フェノムインクっていう、フェノムインク、うん、あとさ、うん、もう一つあったじゃんあれ、うんうん、アイゼン、アイゼンね、うん、これはアイゼンは僕はそもそもアイゼン明王っていう仏像さんが好きで、やっぱ愛を発信していきたいって思ったんですよ、世の中に。やっぱこのお話が進んでた時っていうのはまだもうコロナもね、謎のこうウイルスみたいな時だったから、まあそうだったね、うん、時期的にね、世の中がちょっと暗いなって感じてた時に、その我々からこの歌とかパフォーマンスを通じてこう世界中にこう愛とかハッピーを届けていけたらいいなっていう意味合いで、いいじゃない、アイゼンっていう、うん、もう結果ボツになってるから、それにしようよ、しようじゃない、だったらポニキャンボーイズとかでもいいんだよ、いや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 、全然乗り気で、乗り気であるよ、ポニキャンボーイズはないだろう、いやあんたが言い始めたんだ、ちょっと待ってくれよ、全然今乗ったのに、いやでもね、うんうん、まあいろいろ案をね、うん、が出たんですけど、なんかでも改めて、うんうん、なんかこうシンプルに行こうかっていうところに行き着いて、本当、うんうんうん、思いつきでしたこれは、あ、うん、フラッシュアイディア、うんうん、降ってきたんだね、うんうん、でまあ僕らはダットっていうユニットやってましたから、そうですね、
今回またデビューするにあたって、うん、アルファベット3文字だとやっぱりそのね、うん、これまで応援してくれた皆さんにもなんかこう、うん、あの浸透してるというか、うんうん、なんかこう親しみやすいし、ね、覚えてもらいやすいのかなっていうのもありつつ、語感も近いしね。そうだね、うん、であの TRD と書いて、うん、トラッドっていうのはどうですかっていうのを提案させてもらいました。うん、なんかね、正直に言うと、うん、自分も結構な案を出させていただいて、うんうん、正直言うと、気に入ってはいたけど、うん、なんかねバチッと来てなかったっていうのも正直あって、うんうんうん、それであのトラットっていう案が小野さんから出てるんですけどって聞いた時に、うん、あ、なんかハマったなって思ったの僕は、うんうんうん、その瞬間にだから即答で、うん、あ、いいと思いますって言ったんだよ。バチコーンとね、うん、まあ高之と大輔、うん、そして間に R、うんうん、ということで、うん、まあこの R になんかいろんな意味を持たせられたらいいなと思ったんだよね。そうだね、うん、まあラジオも R だしね。そうだね、うん、実はそうだ、そう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 、R っていろんな意味を持たせられるなと思っていて、そう、意味付けがたくさん、うん、ね、ほぼほぼ無限にあるというか、うん、そうだよ。だから、この番組のタイトルになってるそのドープラッドトーキングのラッド、うん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 、なんかあの急進的なって意味らしいんだけど、うんうんうん、だ急進的にもう過激にって意味だよ ね、うん、だね、ラッドって、うんうん、ラッドウィンプスさんとかのラッドもそのラッドだと思うんだけども、音楽的に言うともう最高アゲアゲみたいな。そうだね、うん、まあ、ドープもそういう似たような意味があるからね、ヒップホップ用語でね。なんかドーピングのドープとも同じ語源にはあるんだけど、うん、そのいい意味合いでドープって使うとあれか、病みつきみたいな。そう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 、もうやばいみたいな、うん、やばい、いわゆるその、うんうん、やばい過激トークだよ、だからお、本当っすか、うん、マジで。ドープラッドはね、ドープラッドはね、うんうん、そんなトークをこれからお届けしていくと、やばくてやばくて過激なやつをぶっ込んでいくんだねでも R、うん、あの本当いろんな意味を持たせられると思うんで、そうだね、うん、なんかみんなで考えて増やしていこうかなと思っていて、うんうん、それはいいと思う、うん、うん、あのね、はい、そうなんだよ、そう、これね忘れてた、このラジオ、うん、どんなラジオにしていきたいですかっていう話を ね、 そうだね、打ち合わせしたんだよ、はいはい、で、うん、このね、うん、ドープラッドトーキングの作家、うん、本邦初公開、お、浅野です聞いたことあるぞ、え、聞いたことある名前だぞ。それは、うん、あれですか、昔、うん、構成作家見習い補佐代理だったあの浅野のことでしょ。その肩書きがこのようにあるのか知らんけど、うん、そうそう、あの浅野さんですよ。あの僕たちもよく知っている浅野くんがですね、はい、なんと今回構成作家、すごいよね、先生です。だってさ、まあ、前身の番組ではさ、あんな扱いだったけどさ、うん、すっごい売れっ子だっていうのは、だって僕ラジオ聞かない僕ですら轟いてたから。今日駆けつけてきたからね。偉そうなんで駆けつけてくんの、なんで駆けつけた風で来ました、な、演出うんうんって言ってるもん。いやでも嬉しいじゃないですか、浅野くんがね、ね、うん、作家やってくれる、本当嬉しいよね。でその作家がですね、うん、このドープラッドトーキングという、うん、まあ、タイトルもつけてくれたんですけど、めっちゃおしゃれ、はい、このタイトル決めるとき、うん、会議やったんですけど、近藤くんがなんかね印象に残るフレーズを言ったらしいんですよ、うん、これちょっと近藤くんここに書いてある字読んでもらっていいですか。ほう、R どうしよう、 R, R どうしようかね、R、って聞かれた時に私が、うーん、ロールケーキとか、あ、違う、なんでもないです、はい、これがね忘れられないんだって覚えてないねこれ。覚えてないの？疲れてたんだよね多分。浅野くんもそうだし、俺も鮮明に覚えてるよ。本当本当。だからそのね、うん、R もみんなで作っていきたいから、うん、R って何があるって。ああ、うん。R って何があるっつって。うん、言ったわけよ。でみんなでああでもないこうでもないって言ってる中に、うん、近藤くんがロールケーキ。全然記憶ない。本当にみじんもないんだよな。いやーでもね発想なかったもんだって。うん、ラジオのタイトルにロールケーキって入るの、トラッドのロールケーキ、あれですよ、結果、うん、ボニキャンさん今日差し入れロールケーキ買ってきてますありがとうございます、本当にびっくりですよ、本当に素敵な、本当座組で、うん、本当にありがたいことです。公式スイーツはロールケーキということになります
グッズで出るから出るかもしれません。トラッドの、あのロールケーキみたいなやつ出るかな、うんうん、出るかもしれないよ。しかしたら外はもちもち中はふわふわみたいなね、うんうん、なんだろう、あながちね悪くないんだよねそれ。悪くないの、ロールケーキ。番組発信のロールケーキとかいいじゃないの。ああそうだね、うん、ああそうそう、タレ、そうだね、そう、スポンサーさんについてもらったりしてね。あそうだよ、うん、なんで高校になったんだよ。いやらしい現実的な話になったからやっぱりそれはさねえ、うん、そういうのもラジオの醍醐味ですからね。そうだね、積極的に行きましょうそこは。そうですね、求心的に、うんうんうん、ラッドに行こうぜ。そうですね、はい、そんなわけで、うん、はい、早速なんですけれども、ほうほう、初回に向けて皆さんからいろいろなメールをいただいております。なのでですね、こちらのメール紹介していきたいと思いますよ。ありがとうございます、はい、じゃあすいません、記念すべき第1名、うん、私が読ませさせていただきます。リーディング、はい、ラジオネームさなえママさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。近藤さん、小野さん、新しいラジオ番組始動おめでとうございます。ありがとうございます。お二人のラジオ番組もお二人の音楽活動もすごくすごく待っていました。違う番組、違うユニット名ではあったものの、突然に終わってしまった寂しさをどう埋めるか、去年度の私は四苦八苦してました。ですがここに来て嬉しいお知らせ、トラッドとしての新規活動が。ホームページも見に行き、ブックマークし、インスタもツイッターも YouTube も登録しました。そしてかっこいいとため息、6月のミニアルバムも楽しみにお待ちしています。そしてライブもいつか必ずお待ちしています。必ず参戦します。それではこれからも楽しく活動されますようにということでございまして、お祝いのメールをいただきました。もろもろありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。なんかその楽しく活動されますようにっていうところになんか愛を感じて、僕はなんか感動しましたね、うん、いや僕ら嬉しいんですよ。まず嬉しいですね、うんうん、なんかその僕らの嬉しさっていうのが僕らだけで終わってなくて、はい、やっぱりこうね、聞いてくれてる皆さん、うん、待ってくれてた皆さんがこれだけ喜んでくれてるっていうのが何より嬉しいね、うん、俺たち、ね、そうだね、なんかこの先のライブも見据えてくださってますけれども、確かにね、うん、うん、ゆくゆくはやりたいよね。やらせていただきたいです、うん、絶対に、うん、今だってさ、だってお客さん入れなくても配信でやったりもできるしさ、うんうん、いろんな可能性があるわけよ。そうだね、うん、ちらほらね、お客さん入れてのライブも増え、ね、そうそう、出てきてますしね、うん、そうなのよ、うん、いけるよ、やろうやろう、うん、いろんなことやろう。そうだね、うん、うん、すごいなんかいろんな希望がまた生まれてきたぞ、うん、そうだね、さて続いてはですね、こちら、はい、コッケーなうコッケーさんからいただいておりますよ。お上手。近藤さん、小野さん、新番組トラッドのドープラットトーキングスタートおめでとうございます。ありがとうございます。お二人が前までやられていたラジオを知ってすぐくらいに番組が終了してしまい、あそうだったんだね、同時にお二人のユニットも活動がなくなってしまったので、今回トラッドとしての再出発が嬉しくて仕方がないです、はい、ありがとうございます。しかしトラッドとしてはここからがスタートですが、お二人のことを以前から好きだったファンの皆さん、リスナーの皆さんはたくさんいると思うので、ええ、何も知らない私が途中から輪の中に入ってもいいのかなと少し不安もあります、もしよろしければ私のような思いを抱えている新規のファンに何か一言メッセージをいただければ嬉しいです。末永くこの番組が続くよう応援しています。頑張ってください。はい、ありがとうございます。というふうにいただいております。確かにね、うん、うんうんうん、いやでもね、うん、僕らも今日この日がまたスタートです。そうですね、新番組ですし、新ユニットですし、はい、うん、ゼロから、そうですね、うん、リスタートしてね、リブートして、うん、あ、リブートもあるですが、うんうんうん、いやだからね、うん、いいと思うよ、うん、全然そうだよね、うんうん、そんなこと気にしなくていいと思うよ、うんうん、みんなで輪になって踊ろうって感じですよ、うん、みんなで輪になって踊ろう、おーおーです、ね、おー、いやダメだダメだ、待て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 、なんで今ごめん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 、なしなしなし、カットカットカット、すいません、セーフセーフセーフですかね、すいません。いやでもね、いやこの不安も分かるし、うん、いやそうね、うんうんうん、なんかでもさ、ラジオってそういうもんだと思うんだよね、うんうんうん、急にさ、うん、なんか気になっちゃって聞き始めるもんだと俺は思う、うんうんうん、
僕だから伊集院光さんのラジオめちゃくちゃ好きだったけど、僕が聞き始めた頃にはもうだいぶだってリスナーの中でほら、うんうん、はがき職人さんとか常連さんとかもできててね、そう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 、うん、でラジオの中だけでしかわからないようなトークもあったと思う、うんうんうん、でもね逆に俺それ調べるのがすごい好きだった。あーなるほどね、うん、なんかアパッチ野球軍のこと言ってるけどアパッチ野球軍ってなんだろうと。あーそっから情報を仕入れてくるんだね、うん、なるほど。俺たちは裸がユニフォームっていうね歌詞がねめちゃくちゃ面白くて、確かに確かに元知らないんだよ、うんうん、でも面白かったから、うん、そのトークが、うん、それで調べてあこんなアニメあったんだとかね。なるほどね、うんうん、ラジオにはそういう側面もあるんだね。そう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 、俺らよくなんかさジェネレーション的に刺さらない話したりするじゃん、うん、そうだよ。そもそもだってあれだよ、はい、若いリスナーを置いてくから、ね、一回そうだよね、うん、やりがちなのはやっぱその筋肉マンとかさなんかプロレスラー、プロレスの話とかさ、うんうんうん、結構置いてくって言われることも多かったけどさ。確かに ねこのドープラとドープラとトーキングでもやっていく、うん、そういうのは、はい、いやいいね。だからそれで、はいはい、興味持っていただいて、はい、なんかネットとかで調べて、そういう考え方、うん、すごい今僕も勉強になった。そうだよ、うん、知識が増えておじさんにモテるぞ、うん、あそうだよね、うん、共通の話題ができるんだもん。そういうことですよ。あそれはすごいよね。ほらこれで免罪符を得たのでですね、僕らはもうガンガン昭和のトークもしていきたいと思います、ね、本当だ。ラーメンバーの話とかもしてるあ、R ねそれも R はい、ということでこれからもですね僕たちへの質問疑問やってほしいこと何でも OK です。メールお待ちしております。トラットのドープラットトーキング、トラットですけど何か。我々はすでに約20年の付き合い、ユニットは新しく始動するとはいえもう知らないことはないはず、うん、ということでこのコーナーではお互いの思考や好みを当てるクイズに挑戦してまいります。なるほど、こういうベタなところからコーナーを始めていくよ。うんうんうん、久しぶりだから。あでもいいと思う、うん、で、こんちゃんは、うんはい、そう言いましたけどもね、はい、今、はい、もう知らないことはないはずって、はいはいはい、あのね、うんもうね、うん、付き合いが長くなればなるほどね、うん、近藤孝之が分からなくなってきて俺宇宙人か何か。そう異次元なんだよ結構発想とか。俺異次元、うん、そう分かんないこと実はいっぱいあるし、でもこれ、うん、それを知れるじゃない。そうかそうか、うんうん、同じところと違うところ、いいと思うこれ。そうだね、うん、この企画分かりました、うん、ということでですね、はい、まあ、でも全問正解目指して。そうだもちろんです。なんだこの子はつまんねえなっていうぐらいやっちゃいましょうでは、今日はですね例題を用意してもらっているのでやってみましょうと、はい、まずは、僕が出題者になります。はい、お願いします。こんちゃんはですね僕が何て書くかを、読んで当ててください。造作もないよ、はい、うん、では問題はこちら、はい、僕の好きな匂いは何でしょう。あ匂いのね、うん、ガチに当てて当てに行っていいの、ボケる、どっち。ねそれ聞くのどっちがいい、どっちがいい。じゃあガチに当てに行くね。じゃあガチで、オッケー。好きな匂いだよね、うん、俺は大ちゃんのことは何でも知ってるから俺は、うん、はい書きました、うん、はいはい、はい、いきますよ、じゃあ私が答えますね、はい、せーの、金木犀。あドルガバと答えていただきたかった。ふざけんじゃねえよ、当てさす気ねえじゃねえかよ。一緒にやってるアベマさんの番組でドルガバのライトブルーの話はしました。僕知らんそれは。いやいやいや、お前言ったわお前聞いとったでも金木犀は確かに正しい、僕そういうタイトルの歌出してますから、はいはい、そうですよね。すまん、これはすまん。いやとんでもないとんでもない、これはすまん。こちらこそこちらこそ。おお、じゃあこれ、交互にやっていく、うん、じゃあはい近藤くん出題をお願いします。はい、はいはい、それではいきましょう。私が、一番好きな、プロレスの技は何ですか。おお早速プロレス来た。いややめとこうか。
僕の小さな頃の将来の夢は何だったでしょう。近藤さん、あの裏に書いてあるの読まずに自分で考えた問題出すのやめてくれませんか。これがこの近藤クオリティです。本当だよ、ほら異次元来たでしょ今。だってほらディレクターさんさ、ディレクターさんが驚いてるから今急に無言でさ白い紙渡されて、うん、あなるほどこれに書くんやなと思ったら裏に文字書いてあるって分かんなかったんだよ。これです。だんだん慣れてください。人をポンコツ扱いして、ポンコツっていうか異次元なんだよ。次元が違う。次元が違う。 5G 言ってる、ね、もう一回じゃあ、紙に書かれてるやつを教えてください。はい、僕の小さな頃の将来の夢は何だったでしょうか。おこれ話してるよ多分。はいはいはい、はい、小さい頃の夢ですよね、はい、そうです。グレートムタ。おでその得意なプロレスの技は毒斬りっていう、ね、どうでしょう。正解はプロレスラ ー、 おー正解。ああ当たりました今、うん、当たってませんけど。え武藤さんだって一番好きなの武藤さん。武藤刑事さんが大好き。じゃあほぼほぼ正解じゃない。グレートムタはだってでも武藤さんとは違う、違う別人格っていう。武藤刑事って書けばよかったか。だったんだけど、でも近いとこ攻めてくれて、いや嬉しいよ、うん、だってプロレスラーだから、うん、まあまあまあほぼほぼ正解ということで。そうだね、はいはい、よし、はい、えおしまい。おしまい。早い。浅野くん。あ例題だが、そうかそうか。あそうかそうか。おしまいなんだこのコーナー。これでもねこの1回だけのラリーでもうすでに出ましたからね、うん、近藤くんのこの異次元殺法が。これ楽しみです、はいはい、で今日は以上なんですけれども、はいはいはい、これからね、定期的にやっていきます、はい、このコーナーではリスナーのあなたからの問題を募集しております、はい、ぜひ僕らのどっちが読んでもいいような問題を送ってください、はい、以上ドラッドですけど何かのコーナーでした。トラッドのノープラッドトーキング、お送りしてきましたトラッドのノープラッドトーキング、初回も間もなくお別れの時間となりました、はい、この番組ではメールを常に大募集中。質問から希望要望コーナー宛てなどどんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。さあそしてここで、はい、トラッドからのお知らせです、はい、ファーストミニアルバムトラッドが6月16日に発売します、うん、初回限定版、通常版、そしてキャニメ限定版の3形態での発売です、はい、各店舗でのオリジナル特典もありますので詳しくは TRD トラッドの公式ページをご確認くださいませ。合わせてあの Twitter と Instagram と YouTube チャンネルの方もよろしくお願い、フォローの方よろしくお願いいたします。すごい。ということで初回が終わろうとしています。いや、いつも以上にあっという間に感じましたね。あっという間でしたね、はい、どうですか今日は、うん、感想としてはやっぱ感想としてはですよ、うん、やっぱりあの新番組ですし、うん、もうね楽しんでいただこうと思ってやってるんですけど、うんうん、初っ端から天然を出しちゃったっていう俺の異次元な部分を俺の持ち合わせている異次元な部分を見せたっていうところが今ちょっと心残りでもありっていう。あ、うん、もう認めてくださったんですね。認めてますよ。もうそれは本当周りの皆様の助け合ってこそっていう感じで、はい、そうだね、まあ、ラジオってそういうもんだからね。ありがとうございます。はい、本当でもね、皆さんの、そのお力が頼りです、はい、ね、そうですね、聞いてくれるっているあなたがいないと僕らバカできませんので、うん、はい、はい、ぜひね、このラジオの感想など、はい、ハッシュタグ TRT の DRT でつぶやいてください。よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、はい、それでは名残惜しいですがまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラッドの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はボニーキャニオンの提供でお送りしました。